はようございます。今日は朝から電車に乗って長野県にある入笠山に向かってます。雪山はスーパー初心者なのでコースタイムが短くて夏に行ったことのある山を選びました。富士見駅から富士見パノラマリゾートまでは無料送迎バスを利用します。バスに乗る時間は10分くらいです。今日は土曜日でバスの乗車率は 120% くらいです。まずはゴンドラのチケットを購入します。夏に来た時と同じくチケット売り場が結構混雑します。今回は15分くらい待ちました。スキースノボのお客さんが多いです。登山者は1割くらいです。チケット売り場からゴンドラリフト36駅まで歩いて移動します。ここも結構混んでます。15分待ちと書いてあって、実際の待ち時間もそれくらいでした。標高差730メートルを10分ほどで登ります。ゴンドラを登ってる途中から左手に富士山が見えてきます。ゴンドラリフト山頂駅に到着しました。今日は八ヶ岳が綺麗に見えてます。ここでチェーンスパイクを履きます。まだ全然慣れなくて装着に時間がかかります。さあ出発です。今まで部分的に雪がある山に行ったことはあるんですが、登山口から山頂まで全部雪道というのは今日が初めてです。雪の上をザクザク歩く感覚が楽しいです。チェーンスパイクがあればこんなにも滑らず歩けるんだなと感激してます。入笠湿原です。6月に来た時はたくさんのスズランが咲いてた場所も今は一面雪景色です。マナスル山荘の前には長い行列ができてます。名物のビーフシチューを食べたいなと思ってたんですが、今日は予想以上の混雑で完全に出遅れてしまいました。少しずつ雲が増えてきてるのも気になるので先に山頂を目指します。樹林帯を登っていきます。チェーンスパイクのおかげで傾斜部分も滑らず登ることができてます。入笠山の山頂に到着しました。360度ぐるっと絶景です。前回来た時真っ白だったのでとても同じ山とは思えないんですが、2回目の登頂です。今日は本当に天気が良くて、中央アルプス、富士山、
八ヶ岳。そして大好きな北アルプスが見えてます。北アルプスを眺めながらおやつタイムにします。冬山の山頂は寒くてあんまりのんびりできないことが分かりました。もう下山してます。帰りにマナスル山荘に立ち寄ってみたんですが、案の定ランチの受付は終了してました。先に並んどけばよかったかなと思いつつも、まあ入笠山にはまた来る気がしてます。次回こそはビーフシチューを最優先にプランを組んでみます。まだ時間に余裕があるのでもう一度山頂に行ってもいいかなと思ったんですが、実は珍しく靴ずれしてしまったので今日は退散します。まだバスの時間まで余裕があるので展望台に行ってみます。八ヶ岳が綺麗に見える展望台です。ここから富士山や鳳凰三山も見えます。明日行く予定の北横岳も見えてます。下りのゴンドラからは八ヶ岳が真正面に見えます。下にはスキーやスノボを楽しむ人たちの姿が見えます。送迎バスで富士見駅に帰ってきました。次回使えるゴンドラの割引券をもらったのでビーフシチューのリベンジを果たしたいと思います。入笠山は東京から日帰り可能な山ですが、今日は上諏訪駅近くのホテルに宿泊します。夕食を食べに行きます。実はここのニラホルモンを食べるために上諏訪のホテルを予約したと言っても過言ではありません。他のメニューも充実してて値段もお手頃でおすすめです。